教えてました Q&A マイラーズカップ。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイラーズカップですね。ちょっとね、はい、あのー、G1 の狭間でね、ちょっとあのー、なかなか盛り上がりに欠けるところもあるんだけども、ただこの後のね、安田記念とかを目指すという意味では、えー、ちょっと注目の一戦なのかなという,ふうに思いますね。はい。それでは早速、過去10年の結果を見ていきたいと思います。 去年はね、ケイデンスコールが勝ってるんですが、まあ、その前なんかはね、はい、結構インディ・チャンプがいたりとかね、まあまあ結構そこそこのメンバーが勝ってますよね。はい、G1 バもね、いますね、ダメなの G1 もね、イスラボニータもいるしもね。はい。ね、だからそういう意味で言うと、えー、今後の G1 戦線というか、まあ今後のマイルの G1 を占う意味では注目の一戦なのかなって感じはするんだけど、あのね、ただね、あの、例年は、実はね、意外とインコースが有利になることが多くて、えっ、ー、とー、 今年はね、ただずっと続いてる阪神開催なので、どっちの傾向になるか分かりづらいんだけど、例えば、ね、2016年なんかは1枠2等で決まって11で決まったレースなんだけど、そういう意味で言うと、ちょっと内枠が、えー、穴を出すことが多いレースでは、例年ではあります。ただまあね、今年はちょっと阪神の,あの開催代わりが、ちょっとコース代わりがね、あんまりない、京都がやってないってことで、ちょっと例年とは傾向が変わる可能性があるかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、それでは今年の主な出走馬を見ていきたいと思います。 そうね、まあ一応ダノンザキットが人気だと、空手この二頭が人気で、であとはアガリーマのエアファンタとかいるんだけど、はい、まあなんかあれだよね、一線級と言える一線級は不在なので、そう見るとバケン的には波乱もあり得る面白いちょっとメンバーなのかなという感じはするけどね。そうですね、ヒンバも全然いないですね今のところ。ね、なんか、ね、ででなんかいます注目馬？注目馬でももうダノンザキットが。 抜けた人気になるのかなぐらいにしか。でも意外と空手もね、前回ね、中山記念2着だからね、はい、パンサラスターのね。うん、あ、そうですよね。うん、あとね、レッドベルオーブが前回超久々で使って1年ぶりの競馬でちょっと折り合い書いて負けてるんだけど、<laughs> まあもともとね、朝日会で一番人気になってる馬だからね、そこら辺りが素質的には互角なのかなって感じはするけどね。 あと去年の覇者の経電スコールが、まあ、ずっと最近惨敗してて人気にならないでってとこかなそうなんですよねこの世代やっぱよく言われますけどね、うん、うんねはい、はい、じゃあ次行きましょうありがとうございますはい,はいそれでは続いてコースから見ていきたいと思います、はい、阪神芝 1600m の特徴を教えてください、はい、今年は変速開催で昨年に続き京都ではなく阪神での開催となります 注意する点はありますかまあね、あの、こういうふうに質問が来てるように、例年はね、あの、さっきの傾向も、去年以外は意外と内枠が来るよねって話は、実は、えっと、京都の開幕週にやるので、もうめちゃめちゃインコース有利な日にやるんだよね。なので、内枠先行場が穴を出してるんだけど、今年は変則開催で、えっと、阪神、もうそれも阪神ずっと、あの、 行な、使われてる場で行われるんで、そ,れそういう、そう意味でちょっと傾向が変わるねってことですね。で、阪神の周りについてはもう、大箇所の時からもね、何度も話してるんだけど、基本的にはね、あんまり枠順の有利不利はないコースです。で、かつ、えー、客室的にもそこまで有利不利はないコースなんだけど、ただ、まあ、あのー、ね、大花賞なんかもそうだけど、えっ、ー、と、やっぱりインコースが有利だってスローになると、えー、後ろからは来づらかったり、えっ、ー、と、内が、外を回った馬が人気でも取りこぼすことがあるので、そういう意味で、やっぱりちょっと内枠先行馬には、 あのまあババスラだけで、ね、ちょっと注意した方がいいかなと思いますね。はいありがとうございます。それでは続いて中山記念組からの質問です。中山記念から四番人気二着の空手、一番人気七着のダノンザキットが出走予定です。パンサラスタが大逃げで勝ったレースですが、ダノンザキットは外枠でスタートで立ち上がって大きく出遅れ、外目をまくり気味に押していきましたが、最後足が止まりました。 空手は後方外目追走で最後追い込みました。空手はいつもよく追い込んでいますが、ます。今回マスターはどちらを上に取りますか？という質問です。まあまずね。中山記念ね。今振り返ればね。パンサーラッサがこの後ドバイって勝つからね。やっぱパンサーラッサ強かったんだよね。で、あとえー、もう一つは。 どちらかというと、この日やっぱり中山の、えっ、ー、と、東京が終わって、春の中山の一周目の開幕週に行われたんで、そう見るとやっぱり、あの、逃げたね、パンサーラッサーには有利な展開で、外を回った空手とダロンザキットにとっては、ちょっと不利なババ状態だったこともあって、そう見るとね、パンサーラッサーとの着差ほど、この二頭が負けてるとは思いません。なので、空手も結構いつ、いつも最近ね、崩れなく走ってるし、最近、あの、勝ってはいないレースでも、 いつもね、あの、例えばその前のレースでも、あのー、ね、東京新聞杯にも不利を受けての3着なので、そう見空手はもう堅実に追い込むので、差しが届く展開になれば空手は構想可能だと思います。で、この時、ダノンザキットは、ちょっと外枠で出遅れて、かつ一周外を回らされての7着なので、まあね、一番人気を裏切ってしまったけど、7着っていう着順ほど悲観すべき内容ではなかった。 なので、えー、そう,いう見るとちゃんとスタート出ればダノンザキットに関しても巻き返しがあってもおかしくないかなと思いますでまあねこれどっちが上位ですかって言われるとちょっと今現状ではあのどっちって言っていづらいんだけど、まあ、そんなにあの個人的には空手とダノンザキットそんなに差はないと思ってますただ若干能力だけで言うと空手の方が上かなと思いますただババと展,展開次第であのこ,れをこの2頭は本当に入れ替わるぐらい、えー、能力差はないという見方でいいかなと思っております。 はいありがとうございますそれでは続いて東京新聞杯組からの質問です、はい、東京新聞杯組から2番人気3着の空手3番人気15着の鳳凰アマゾン13番人気13着のケイデンスコールが出走予定です空手は後方馬群にいて直線は進路がなくなりましたが何とか抜けて3着まで追い込みました鳳凰アマゾンは外枠で先行できず控えて外目追走で 直線は馬に挟まれずるずると下がってしまいました今回も外枠なら割引した方がいいでしょうかケイデンスコールはいつもより前で競馬をして一旦花に立ちましたが足が止まりました2020年の東京新聞杯は5 6キロで勝ちましたが今年は5 9キロでした昨年のマイラーズカップの覇者ですが金層は成績がふるいませんマスターの評価を教えてください まず一つ目、空手ね。さっきも話したんだけど、東京新聞杯の内容は、本当ね、前がスムーズに空いていれば勝ったんじゃないかって読わせる内容なので、むしろね、あの、 苦しい力よく3着に来たなって感じだったので、非常に負けて強しの内容だったと思います。なので、えー、このメンバーでは基本的には空手が最上位という評価でいいかなと思います。で、ーアマゾンに関しては、実はね、その前ね、結構強いメンバー相手に、例えば、マ、ま、ル、あ、チャンピオンシップでもね、5着に粘っていったり、その前、専用のね、重症のレベルの高いメンバーともやって、えー、っと、そんなに差のない競馬をしてるんだけどで、この馬ね、コースアップするパターンは楽に逃げるか、それともね、えー、っと、逃げられない場合は、インド3、4番手で、 ロススなななく乗っっててインコース有利な場合っていうのの定番なのでそういう意味で言うと、ちょっと外枠を引いちゃうと嫌な予感しかしないんだけど、内枠を引いてこういうのに出しを貯められるようであれば、えー、と巻き返しがあってもおかしくないかなと思います。で、経験スコールはね、去年の勝ち馬なんでね、本当はもうちょっと評価しなきゃいけないんだけど、ここ最近のレース見ると、ちょっとまあ、ピーク過ぎちゃったかなって感じかな。なので、うん、ね、前回なんかもう確かに59キロとはいえ、 あの意外とペースも遅い中で2番手追走で簡単に止まっちゃったんでちょっと今の端最近走る見ると厳しいかなっていう感じがしてますはいもうちょっと粘れると思ったんですけどね,、うん、ねえちょっとまあ、はいごね、59歳負けすぎだよねはいうんで今、はい、話したねそうにフォーアマゾンに関しては、まあ、内訳聞けばもうちょっと走ると思います はいありがとうございます、はい、それでは続いて京都金牌からの質問です、はい、11番人気2着の大和キャグニー1番人気6着のエアロロノア4番人気10着のシュリ3番人気11着のルークズネストが出走予定です大和キャグニーは3番手追走で粘りエアロロノアは後方外目追走でしたシュリは休み明けで出遅れて 後方の内目追走で直線は内を突こうとしましたが走りにくそうでした。ルークズネストも出遅れて直線では最高峰にいて接触もあり一番不利を受けたのはルークズネストに見えました。マスターはどの馬を上位に評価しますかという質問です。まあ一つ目ねこの時人気をして走ったダイワキャグニーなんだけどダイワキャグニーはねえっ、ー、とこの時ねえっ、ー、と先行争いまあ逃げ争いをした日頭から 離れて3番手をポツンと1頭で気分よく走っていて、もうスローの短期にげくと同じ状態で最高の展開に恵まれたんでね。なのでそういう意味で言うと、えー、っと、ちょっと台和逆には2着だけども、あの、今回は高い評価はあまり与えなくていいかなと思ってます。で、エアロゾノノアは、やっぱりこの日ね、えっと、これ京都金牌なんだけど、中京で行われたんだよね、実はね。中京で行われた京都金牌で、まぁ、あ、ちょっとやっぱり、ね、外目を回らされた分ね、直線足を伸びを書いて6着だったので、まあその後強い競馬して、ね、あの、 まあ、ね、あのー。 このダイヤギャグニーを逆転する可能性は今回は高いかなと思ってます。で、シュリは、ーん、このまあね、あの、後方でうちを突こうとして走りにくそうって言われてるけど、ロスなく乗ってあのぐらいだから、個人的にはちょっとシュリは今回は、まだ、あ、ダイヤギャグニーが一番ダメなんだけど、ま、シュリもそこまで強くないかなと思ってます。で、あとこの時ね、ルークスネストに関しては全く競馬できてないので、あの、出遅れた上に直線で接触もあって、えっと、確かにもまた 全く競馬にならなかったので、これは度外視可能かなと思いますて。まあ、ルークスネストね、まあ、もともとあの専用の、えっと、重賞勝っている時なんかも、まあ、逃げたりとかなので。このままで、どちらかというと、まあ、好意のインとかで、足を貯めるロスない競馬ができた時の方が、チャンスが広がるかなという感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは、続いての質問です。六甲ステークスから、4番人気1着のエアロロノア、2番人気2着のファルコニア。 3番人気7着のレッドベルオーブが出走予定です。エアロロノアは中段外目追走から、ファルコニアは前目の馬ゴミから伸びました。レッドベルオーブは休み明けで外枠から3番手追走で、めちゃくちゃかかっていました。マスターは昨年、六甲ステークス組からマイラズカップで買う馬はいないと言っていましたが、今年のレベルはどうでしょうか。また、この後の落葉ステークスから、 2番人気1着のエア・ファン・ディタが出走予定です。後方の内目追走で外に出して伸び、伸び勝ちました。ファルコニアは1番人気3着でした。マスターはどの馬を上位評価しますかという質問です。まあ、まず1つ目ね。 えー、このね6コーステークスを見るとエアロロノア強かったんだよねなのでまあね <laughs> ファルコニアを楽に差し切って余裕もあったから、まあ、非常に力をつけてるなって感じがしますなのでまあねあの京さっきあの京都金杯の時も話したんだけどもまあねそうこ,この時の6コーステークスの内容を見るとちょっとファルコニア勝負付けするんだかなって感じんだんでねただねその前ね実はあのエアロロノアはファルコニアに負けてるんで、うん、まあ展開次第で着順は入れ替わるかなって感じ 感じは若干あるものの前回内容を見るとやっぱりちょっと今力をつけてるエアロのあの方が、えー、普通の能力比べになれば若干上という評価でいいかなと思います。で、バルコニアに関しては、まあ、この馬もね、あのもともとってる時はやっぱりあの好意の意味でロスなく乗った時が一番能力を出すのでうちは聞いた方がいいかなと思います。で、次レッドベルオーブに関してはこれ朝日杯でね 以来の競馬で折り合い書いて全くちょっと最後伸びを書いたんだけども、まあ、叩き2層目で、もともとね、あのー、朝日杯で一番人気に押された素質馬だし、朝日杯の内容も実はね、うちを通った馬が上位を独占する中、まあ、そこそこ外を回らされて3着なので、あのレ、レッドベルオーブに関しては朝日杯に関しても力負けではないので、叩き2層目で、そのね、G1 で一番人気になった能力を発揮すれば、このメンバーでは上位かなと思うんで、巻き返しがあってもおかしくないかなと思っております。で、その後何いや ロックーステークス組が去年はマイラーズカップで買うもはいないって言ってたんだけど、それはね、競馬って別に毎年毎年レースのレベルが変わるから、今年のロックーステークスはエアロローノアに関してなんかでも、ベルト、デッドベルオープンなんかでも去年ほど弱くはないんで、今年はまあ別にそんなにあの無視することはないかなと思います。で、その後のクヨ、えー、ステークス。 に関しては、まあ、エアファンディタね、これで実は後方のインコース足を食めて直線外に出したんだけど、これもね、なんか見た目は着彩上に強かったんだよね。ただ見方が2つあって、この日インコースが有利でバーバー状態だやったんで、インコースに入れたのがまあ、あの、うまく恵まれたっていう見方もできるんだけど、ただね、前残りの展開なんか一等だけ次元、次元違わして差し切ったんで、エアファンディタもね、まだまだ上がり目にあるそうなので、あのー、 今回構想してもおかしくないかなと思います。で、まあ結論で言うと、このね、エアロローアンにしても、エアファンタにしても、2頭ともね、前回のレース見ると強いんで、買わなきゃいけない1頭だけど、ただね、あの、やっぱりババ状態次第で、あの、差しが届かないババだとやっぱり前残り狙わなきゃいけないし、ただまあ能力的には通用するね。あとはじゃあババと展開がどうかだねっていうところで判断した方がいいかなというふうに思います。で、あと、レッドベルオブはね、なんか巻き返す気がします、今回は。はい、楽しみです。はい。ありがとうございます。 それでは続いてはソウルラッシュについての質問です、はい、3勝クラスの、えー、春京ステークスから一番人気1着のソウルラッシュが出走予定です中段の馬ゴミから打ち目の位置を取り直線を伸びて2着馬とは2馬身差をつけて勝ちました中長距離からマイルに距離を短縮して3連勝中ですが今回のメンバーではどうでしょうかという質問です まあこれね、ちょっと評価がソウルラッシュが一番難しくて、前回なんかもうインコースが極端に有利な場合状態でインの3番というのは絶好意なんだよね。その前のえっと、2勝クラスを勝った時も実は、あの、好意のインで足を溜めたので、そう見るとね、あの、パッと見の見た目はね、尺さほど強くないのを展開に恵まれた感があって。ただ、このまま競馬が上手なんで、またね、やっぱりこういう器用な馬っていうのはいつもいい位置取れるんだよね。なので、えっと、また今回も、 えー、高位から競馬ができそうな感じで、えー、それこそ、えっ、ー、と、ババがインコース有りだったりすると、通用する可能性はあるかなと思ってます。ただ、ちょっとね、メンバー強くなってるのは確かなんで、そろそろ普通ならば壁にぶつかる感はあるんだけど、ただ、今話したように、競馬が非常に上手な馬なので、まあなんか毎回恵まれてるねと思ってるけど、実はこの馬はそういうところにつけられる能力があると見れば、まだ、あの、通用する可能性はあるのかなと思っております。で、あの、いつも言うようにね、中 中長距離から前に距離を短縮3連勝って言うんだけど、まあ、やっぱりね、日本の競馬で、ね、2000メートルぐらいの,あのレースが一番レベルが高くて、やっぱり距離が、ね、短くなればなるほどレースのレベル落ちるんで、こうやって短距離を短縮すると、そこそこ走ってたまが、あ、こういう,うにオープンとか中小でも通用したりするねってこところですね。ありがとうございます。はい、それでは最後の質問です、えー。5月1日から6月26日の宝塚記念の日まで、ダミアン・レーン騎手が来日し、騎乗するそうです。 シーナさんんはどんな印象がありますかまた一般的に日本の競馬ファンは外国人騎手が好きなイメージがあって過剰人気になりやすいように思うのですがマスターと椎名さんはどう思いますかという質問です。まあでもレーンね、うん、あの日本の競馬ファン <laughs> 外国人騎手が好きなイメージっていうか外国人騎手実際化けになるからね。<laughs> うね、そうなんですよねいやだからファ<も>、まあ、ンというよりもね競馬サークルの先生たちがみんな好きなんで有力はまっすんですよねあ<ー>そうなんだよねだから結局ねいい馬はみんなねそれこそね霊園来たら霊園に頼むからね,から、はい、ね多分あれでしょ堀久医者が身元非経験人だろうから今回も堀堀さんとかもね全部頼むもんね、うん、そうなんですよねサリオスとかもね<う>あの乗りに来てましたもんねあそうだよねだからそういう意味でと なんていうの確かに、あの、人気になりすぎる嫌いはあるから、すごく馬券では儲からないんだけど、ただ実際に来る確率も高いからね。だから無視はできないよねって僕は思うけどね。そうなんですあの。初年度で最初に来た時にすごい、 あの結果残したので、<う>とんでもないのが来たっていうのであったんですが、うん、次の来日した時にローカルの競馬場で結構落としちゃったんですよね。あ、そうだよね。だから一、ね、<え>回目がね、はい、東京開催だからね、バンバン勝ちまくしたんだよね。うんうん、<laughs> そうなんですよ。最初のね、それでまあ若いしまだはい、うん、まだ二十二十代ですよきっと。二十代ですね。すごいのが現れたと思ったらその次でちょっと評価を落としたので、結構そねあんまり あんまりって人もいるんですけどでも、練習ってやっぱうまいんですよ,よ、ね、でも終えるからあの走らない馬を走らせるっていう評判はすごい高かったんですよそうだから僕もねどちらかって確かにあの 2, 2回目のイメージよりも初回のイメージが強いから個人的には、ね、<laughs> ルベルあたりでうまいと思ったもんだ最初来た時そうですね、本、ま、当、あ、若い時に来てたからただね、確かにね、まあ、人気になるからね。 そうなんですよね。ね、やっぱは、ねうん、買いいづらいかも。ただまあねあの当てたい人は買った方がいいよねと思いますよねうん、うん、ただねほんとでもそのね動かない走らない馬を走らせることができるっていうのはでっ力士も同じことを教えてもらっそうねでっ力りもそうだねはいだから調教師の先生が可愛がる理由はすごい分かる気がします、うん、まあでもね調教師の先生だって馬主だってさ、うん、お金かかってるからうまい棋とか見たいよね <laughs> そうですよね乗の外国人乗せたいですよそ,、ね、その話とでも馬券ではね,でね確かに過剰人気になっちゃうからそこはどうかってとこ、はい、はあるけどねはいね自分の馬に乗ってもらったら嬉しいですもんねルメイクシューとかはいありがとうございます,いますはい、はい、それでは今週の教えてました Q&A マイラーズカップでしたはい,あり,いありがとうございましたチャンネル登録お願いします